三崎町は岡山県の中央部に位置する町。三崎町は岡山県中央部に位置する2005年3月22日に久米郡中央町、旭町、柳原町の3町が合併して誕生した町である。人口は約1万5000人であり、65歳以上の高齢者が多く住む。町内の大半を山林が占め、豊かな自然を有する。 町内の中心を旭川が、東部を吉井川の二つの一級河川が貫く。また、中心を JR 津山線、国道53号が通り、県庁所在地の岡山市や岡山県北部の中心都市津山市との間を結んでいる。町の中心は、旧中央町の JR 気候駅周辺であり、町役場や商店、公共施設が立地している。主な産業は米、 梨やぶどうなどの果樹、旗箱の栽培、養鶏である。町内には日本棚田百選に選定された棚田2カ所と西日本最大級の養鶏場があること、さらに町出身の岸田銀行が愛好し全国に広めたという説があることから卵かけご飯により町おこしを図っている。観光スポットとしては駅舎が亀の形をした JR 吉光駅。 桜や筒子の名所として、有名な山級公園、自然体験公園、牧場の館、鉄道の配線を活用し展示運転が行われている、柳原ふれあい鉱山公園といった諸施設がある。木美高原に位置し町域の大半は、丘陵地帯と山林である。町内には、県内三大河川のうち、旭川、吉井川の二つの川が流れる。 国が主導する平成の大合併により、岡山県北地域でも津山市を中心とする合併協議会と、久米軍を構成していた5町での合併協議会が設立された。しかし、双方の合併協議会に参加していた久米町が、住民投票の結果、津山市との合併を選択したため離脱し、残りの久米軍4町で合併協議会が継続された。 四町の内久米南町は、南隣の水戸郡竹部町との合併を並行して検討し、後に単独調整の継続を選択して、合併協議会から離脱した。結果残った中央町、旭町、柳原町の三町が対等合併し、三崎町が発足した。合併対象にある町の住民を対象に一般公募され、その中から選考委員会で決定された。 町の総務一家によれば、合併後の町の形が花びらのように見えることから、美しく咲くという意味を込めて、三崎町と命名したという。応募された原案では、三まさかの美から三崎町というものもあった。浅木総合支所本庁浅木総合支所柳原、総合支所津山県域消防組合中央消防署久米南文書庁内では、梨、畑箱、ぶどう、椎茸、 木ニラの生産が盛んに行われている。また、西日本最大級の養鶏場が存在している。養鶏場で採れた卵と、町内の棚田で収穫された米を使用した卵かけご飯によって町おこしを図っている。旧柳原町は、硫化鉄鉱の鉱山として栄え、童和工業型紙鉄道が走っていた。しかし、鉱石産質量源のため、1991年に、 鉄道は廃線となった。現在は旧吉ヶ原駅の一部が柳原触れ合い鉱山公園として整備されており、有志により毎月1回保存車両の展示運転が行われている。町内には小学校5校、中学校3校が設置されている。高等学校、大学等はない。三崎町では朝食を取らずに登校する児童がいる。 ことを街全体の問題として捉え、岡山楽農共同組合の協力を得、児童への乳製品の提供を全国に先駆けて開始した。職域の重要性を訴えた、この取り組みに対しては、年間1000万以上の多額の予算がかかることや、職の教育は家庭がすべきことであるといった観点から、様々な批判がある。JR 気候駅廃止鉄道路線。 編集一般国道都道府県道詳細は、岡山県、香川県の放送を参照テレビ放送局長内に、テレビ中継局は設置されておらず、近隣の津山中継局及び久米南中継局を受信する。それ以外の地域では、ケーブルテレビ等を利用し視聴する。なお、調営事業として、以下の事業を運営している。ラジオ放送局長内に、 ラジオ中継局は設置されておらず、近隣の津山中継局を受信する。市街局番は、旭地区が0867、柳原地区の一部が0868、柳原地区の一部が086、その他が0868となっている。郵便番号は、以下の通りとなっている。本山寺の三井島柳原ふれあい鉱山公園。ありがとうございます。